池です。発信ボタンを押してください。定期券をお持ちの駐車券をお取りください。場内の案内機に従ってご入場ください。おお、結構入山してるね。いやー、よく晴れた。いい天気だ。三池です。9時48分ここからですね、沼山峠経由で小瀬沼キャンプに向かいます。はい、小瀬沼はね、こっから 3.3 キロかな。はい、時間が約1時間ちょいぐらいですね。歩きます。ちょうどね、沼山峠の、まあ、ピークというか峠の部分は越えましたね。だんだん道が、ね、フラットになってきてます。ふう、いい天気だ。これはラッキー。天気予報はね、まあこの辺なんて当てにならないんですけど、日打ちに若干雲がかかってるんで、まあ午後は多少降るかなと思うんですが、まあいずれにせよ今の時間すごくカラッとしてて気持ちいいです。大江湿原が見えてきました。おー、来た来た。はい、10時56分出発して30分ちょっとですね。はい、大江湿原です。あー、もう日光湿原終わっちゃったね。うん、少し残ってるけど。この辺はね、キスゲがまだ群生してますね。8月も頭だからキスゲが残ってますね。 あっちもね、結構残ってるね。ほら、大瀬沼がこんな近くになってきた。あのね、あのクマでしょ、黒いの、さっきからゴロゴロ言ってんだよね。ちょっと怖いっちゃ怖いんだけど。あ、まだあんなキスゲがね、残ってる残ってる。素晴らしい。これはコウニユリですね。うん。大江川ですね。こんにちは。じ
うわあざみだ。あざみ。はい、1年ぶりだね、分岐。はい、こっち行くとね、まあ、三平峠、まあ、尾瀬峠ですね。はい、こっち山小屋です。ここはね、彫像小屋の売店ですね。はい、こっちがね、公衆トイレ。あとここ水も汲めます。これがね、ビジターセンターの真裏ですね。週末の夜はここでスライドショーをやります。尾瀬の歴史とかね、結構面白いですよ。あ、まだ工事やってるこれ。はい、あそこに見えるのが彫像小屋ですね。ちょうど沼山峠から歩いて1時間ですね。キャンプ場、天白地はこの先になります。いや、日内も2年ぐらい登ってねんか。うん、はい、休憩所で飯。おお、はい、いつものサイトです。はい、
じゃあすいません、カベババさんですか。そうです。あ、 YouTube いつもいつもどうもカブママさんですか。はい、あ、どうも。こちらカブママっていう。カブママさんですね。いつも拝見してます。どうも。オゼックルなんて書いてあったんで、もしかして言うかなと思って。あの YouTube に。そうなんです。嬉しいな。嬉しいな。みんなあそこ見てください。はい。321でピース。はい。じゃあ321ピース。ありがとうございました。やって。まあ、設営はね終わったんですけど、なんかね降ってきそうな感じ。そう、面白いテントですね。ありがとうございます。それ何え、有限ファイバー。ああ、これがそうなんだ。ちょっといいですか。はいはい。ああ、これ重さどれですか。1キロぐらいですか。これだけだと300グラム。300？まあ、あのインナーとかこれとか入れると600なので。ああ、はいはい。これ面白いな。これあれですね。なんだっけ、タイベック。あ、そうです。そうだよね。これもね、俺いいなと思ってたんだよ、これ。そう。触ってる。はい、ありがとうございます。すみません。お忙しいところすみません。まあ、テントのね、設営終わって、ちょっとテントの中で休んでたんですよ。そしたらね、いきなりこれ。いやすげえ、ヒュッテの屋根のあるところに避難します。わお、まあ、今日というかね、毎回なんですけど、ぬしりの小屋でアイスクレープを食おうと思ったんだけど、これ無理だね。はい、尾瀬の中で一番の売店と呼ばれてる彫像小屋の売店ですね。ああ、少し病んできた。ちょうどねアイス食ってぼーっとしてたら雨が止んでね、なんか青空が見えてきました。大勢らしいっちゃ大勢らしいんですけどね。おー、雨上がりも綺麗だね。うん、わあ、今年は水が多いんかな、これ。トップしてる。うん。もっと尾瀬沼ってそこら辺まであったんだけどね。うん。あざみ湿原というのがありますんで、そっちに向かいます。この川がね、大江川って言うんですけどね。で、この湿原全体を大江湿原って言うんですが、この道はですね、さっき大江湿原を横切ってぬしりの方に向かってんですが、でここをずっとね行きますと、こっちに日内ヶ岳があります。日内ヶ岳から降りてくるね登山道、まあ長江新道っていうんですが、まあ、そことの合流があります。
はい、ここがね日内ヶ岳のまな板蔵の方に向かう長野新道ですね。まな板蔵っていうのはね、日内ってこう猫の耳みたいに2つこう山があるんですよ。このこっち側ですね、山頂がこっちで、山頂じゃない方だけどなぜか三角点があるのね。そのまな板蔵まで行く登山道です。3時間半ぐらいだと思うね。でここがねあざみ湿原です。暑いね、暑。まあかろうじてね日内ヶ岳が、まあ、一番右のねあのポコっていうのがあれがまな板蔵ですね。ねここは日光キスゲ、あとは草もみじ、こうダイナミックなですね色の変化がまあ楽しめる湿原で、ここもあと一月、まあ一月半ぐらい経つとね、まあ、だんだん茶色もしくはグレーに色が変わってきます。あ、橋直したんだね。ね、去年ね、なんかぎっこんばったいって怖かった。おお。ね。チャポンつったね。またヒューチが隠れちゃった。そう、あっちがね、尾瀬沼です。おお、ほけきょってでしょ。でその後けっきょ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 ってこうだんだん息絶え絶えになりながらけっきょが続くじゃん。あの結局にさ、なんか諸行無常を感じるんだよね。なんか万葉集とかでそういう歌ないの？はい、別館ですね。初めて入るね。わあ、いい買い物したね。